ゲームを振り返ります。数えての15回戦目となりました。先発スタンディッチは立ち上がり2人のランナーを出したんですが、7月は不振だった中田、ここはセンターフライに打ち取ってスタンディッチ初回のピンチは脱しました。一方日本ハム先発は3連敗中の有原、こちらもサントスを出したんですが、角中はバットを折りながらも363のダブルプレー、スタンディッチも有原もランナーを出しつつもゼロで立ち上がっています。ゲームは2回の裏、ロッテの攻撃でランナーなし、バッターはペーニャ、来日77打席目でらしい右方向へのバッティング、移籍後初ホームラン、ナイスホームランですね。本当に強い打球でした、はい、で井上がツーベースを打ってチャンスをさらに拡大して、2キロ打球はセンター前ヒット、井上3塁回って止まったんですが、これをすかさず見逃さなかった中田の送球、ただそれてしまいましてエラーとなります。結果的に井上がホームを踏んで2点目が入りました。2点を追いかける日本ハムはノーアウト1、2塁とチャンスを作る4回、太田の打球は三遊間、レフトの加藤、中田はホームを突く、この投球です。ナイスボールですよね。なぜここで回したのかなとちょっとね考えてしまうところでしたね。でその後市川を553のダブルプレー、ノーアウト2塁1塁からのヒットの後ゼロというのはちょっと日本ハムにとっては流れが嫌な感じになります。6回ですがスタンリッチ粘りのピッチング、この回は4番に今日も座った大谷三振、中田はすくい上げてのレフトフライ、さらに田中健介をサード、この辺りサードの中村、バックも今日は何度もスタンリッチを盛り立てました。ロッテが守備でリズムを作っていきますと、6回の裏ペーニャの第3打席、高々と舞い上がったフォークを捉えた当たり、本人バット叩きつけて悔しがったんですがです、ね、今日は風がないゾゾマリンスタジアム、左中間深いところまで持っていきました。第2号今日2本目のソロホームラン、3対0とリードを広げます。7回、追いかけるファイターズはランナー1塁いてドレイク右中間、この当たりこの角中、このプレー大きかったですよね。抜けていれば一気にですよね、大ピンチとなるところでバックが盛り立てました。しかし中島はやはり粘ってからのこのヒット、ここでピッチャー交代、スタンリッチ6回3分の1 112球、1失点でマウンドを降ります。で変わった松永が1人打ち取って、さらにピッチャー松田に代わって3塁2塁として2番の松本剛、この辺りはセカンドスを務めるのが精一杯という内野安打、タイムリーになって1点返します。3対1、なおもランナー1、3塁とランナーをためてレアードボール3からこの辺り、いやこれはねちょっと助かった感がねありますね。真ん中のボールでしたがレアードは悔しがります。増田が引けし、結局失点はこの回1だけ。8回の表もファイターズはチャンスを作ります。大谷智久から大谷翔平ヒットが出て中田643のダブルプレー、ちょっと心配ですね。中田選手ちょっと散々の日でしたね。エラーも2つありました。で田中健介は打ち上げてのセンターフライ、日本ハムは逆にチャンスを潰し続けてしまっています。8回の裏ロッテは1、3塁、角中ペーニャヒットが出て代走を送られて中村翔吾、これはもう本当ナイスバッティングでしたね。バスケの同級生対決、有原から今日はヒットがなかったんですが4打席目で中村は結果は出ました。4対1。で9回、ピッチャー7月25日以来の打ちだったんですがノーアウト1、3塁のピンチで中島のこの当たりでアウト1つだけ、3塁ランナー帰ってきて4対2。で2アウトランナー2塁までこぎつけて代打の岡、最後はスライダーで三振、ゲームセット。ロッテが連敗を4で止め、日本ハム4連敗とゲーム、5位日本ハム、6位ロッテのゲーム差は 1.5 に詰まったゲームとなりました。サンリッチは連勝。